僕はその出会った人に好きな映画を描いてもらうというノートがあってもう今25年以上続けているんですけれどもまあプライベートでも仕事でも出会った人にこの1ページの中で好きな映画何本でも描いてくださいっていうことを人数でいうと決してあの映画が嫌いなわけではないでむしろ映画館は好きですっていう方も多いです。 ただやっぱりこう流れていく日常の中でどうやって映画を見るための2時間を作るかやっぱりこれが多分映画の場合はとても大事になってくるかなと思いますただですねもう監督も何万人いるんだっていうぐらいいるのでちょっと僕の方からおすすめのね10人をピッックアップししてみました映画パンフレットってもう最近ってあんまり売れてないんだよねみたいなことも ま周りからよく聞く聞んですけど実はねちょっと右肩上がりでもまあこれにはですね理由があって最近のの日本映映画画だとこの映画、まあ、僕自身は映画を見ることが好きで、まあ、見ることの延長で、まあ、それが自分のまあライフワークまたはこう仕事になってったらこんな幸せな人生ないなと思ってたんですけれども、まあ、趣味を仕事にするっていうのは,、まあ、それはあくまで結構あくまで 結果的に仕事になったということが一番理想的だと思うんですね。まあ、仕事にしようと思えばできることはたくさんあったと思うんですけれども、仕事にしてしまったからしょうがないとか、僕はなんかそういう,こう言葉は絶対使いたくないというか、そういう大人になりたくないなと思っていて、残念ながらその自分のやりたいことは職業として存在してなかったんですね。なので、もうその自分の好きをですね、とことん極めて。 自分が楽しんでたものをある時誰かが求めてくれるでそれが仕事につながっていくというのが僕の中ではすごくそれが理想的で他にはななないいい新ししポジションを作るしかないなと僕はその出会った人に好きな映画を描いてもらうっていうノートがあってもう今25年以上続けているんですけれどもまあプライベートでも仕事でも出会った人にこの1ページの中で好きな映画何本でも描いてください。 とといいいいううことを人人数でで以上だだ思うんですけどに書いていただいてます。まあそれを始めた当初ってそれをまとめて書籍化しようとかそんなことは全く考えていなくてとにかく僕は人の好きな、まあ、映画を見るのも好きなんですけど人の中にある好きな絵画、まあ、それはつまりその人自身を表すものと思っていてやっぱりノートがあるとそのコミュニケーションがより円滑になるで形に残る。 で書いてもらってる時間ってすごく幸せな時間で、まあその人との間にもそういったこう幸福な思い出が残るということで、なんかいいことづくしだなと、まあ、だんだんですねそれをこう本にしてみないとかっていう話をいただいたり、まあ、それって要は僕であったり書いてくれた人だったり、まあ、誰かの好きがギュって詰まった本当にこう幸せな一冊だと思うんですね。まあ、それをやっぱり誰今度誰かにも届けたい。 教えてあげたいっていうか例えば編集者の人とかが出てくることで、まあ、そういったなんでしょう,こう幸せな感覚をシェアしていけるものだと思うので僕の場合だとそのイベントをここの会場でやりませんかということで、えっと、会場側からオーダーを受けて初めてプロジェクトというのは立ち上がるんですね。まあ、要は求められてるで好きで始めたことを誰かが求めてくれることっていうのはこんなに実は幸せなことはなくて。 やっぱりそういう形で求められると、自分も同じような気持ちを返したいと思って。何ですか、仕事だけど、その例えば一つの打ち合わせが終わったら。いや、もう楽しすぎて、仕事忘れてましたっていうことが、本当に毎回あるんですね。なので、僕はやっぱり、その自分の好きを、やっぱり誰かにシェアする。まあ、その好きというか、熱量ですよね。好きから、こう培った熱量みたいなものをシェアすることで。 相手も喜んでくれてでまたそれを返してくれるっていうのはキノイグル始めてもうすぐ20年ですけど本当にそれは最初からら今までで変わらず感じるところですねやっぱりとことんやることで見えてくる新しい風景とか新しい自分ってあると思うのでやっぱり好きなものを通して、ね、自分を知ることができるというのはやっぱりその趣味を持っていることの良さだと思うのでやるならとことん。 やれた方がいいいかなと思いますし、まあ無理してとことんやろうともし思ってたらそれはもう多分あんまり興味のない趣味だと思うので心が動いたらもうやらずにはいられないと思うのでそのスイッチが入ったらもう営業も一回もしたことないですしそのでじゃあイベントの話が来なくてお金的にきつかったっていうこともない。まあ、コンンスタントに お話というのは不思議と続いて19年やれてこれてるので本当にそういう苦労らしい苦労はないですけどただ待ってるだけでも最初の1年はねそうやって仕事の話来るかもしれないですけどやっぱり10年20年続けようと思ったら自分自身がその日々の中でどれだけこうフレッシュでいられるかワクワクしていられるかで子供の時もそうでしたけどやっぱ楽しそうなところに人って集まってくると思うんですよね。 その状態をやっぱり日常でどれだけ作れるかなんかそれはすごく意識してやってきてるかなと思いますけどまあもちろんそんなのも苦労ではないのではい苦労自体はないと思います。で食べ物に旬があるのと同じで人間のこう気持ちにも僕は旬があると思っているのでその瞬間にその情報を自分がキャッチして心で感じたことがまた自分のより良い未来につながっていくっていうあの直感が。 あったんです僕にとってのね映画、まあ、皆さんはまた違う何かがあると思いますでこう好きなものを見つけたらやっぱり、えー、と好きなことを気持ちに怯えずに本当にどんどん研ぎ澄まして向かっていけば何か新しい世界が見えると思うのでぜひチャレンジしてもらいたいいたなと思いますあの皆さん1年間を通して映画館って何回ぐらい行かれてるでしょうか まあ月に1本行ってる方は年間で12本ではですね、えー、と日本人がこう年間を通してどれぐらい映画館に行っているかというのがデータで出てるんですけど大体何本本本らいいだとと思まます、えー、と日本人の平均は本と言われてますで僕みたいに例えばこう毎日のように映画館に行く人というのも日本人はたくさんいるので。 そう考えると一年間を通してゼロという方が圧倒的に多いというデータが出てるんですねショックですじゃあこれを他の国と比較したときにどうなるかまず、えっと、映画大国と言われるヨーロッパのフランス年間3.1本でオーストラリアは3.6ハリウッドのあるアメリカも3.6本 でお隣韓国はなんと4.2本で今ですね紹介した4カ国と比べても日本というのはですね実は圧倒的に少ないですで実際あの僕このお話をまあ自分の知り合いとかにする機会があるんですけどやっぱりですね皆さんそんな少ないのって同じこうリアクションされますでじゃああなたいつ行ったっていうと あ、そういえば去年行ってなかったなとか一本だったなという方がねたくさんいるんですね。決してあの映画が嫌いなわけではない。で、むしろ映画館は好きですっていう方も多いです。ただやっぱりこう流れていく日常の中でどうやって映画を見るための2時間を作るか。やっぱりこれが多分映画の場合はとても大事になってくるかなと思います。まあ、SNS だったりゲームだったり。 まあ今はですね、配信で、まあ、こう手のひらでで映画が見れる事態ですで。その中にあってわざわざまあその時間的な拘束もある映画館に行くためにはやっぱりですね僕はそれをスイッチって呼ぶんですけど映画のねスイッチを入れないとなかなかやっぱりねその時間は捻出してもらえません。なので、まあ、その映画スイッチをどういうふうに入れられるかということをキノイグルーのイベントではいろいろ考えて実践しています。僕、配信ももちろんあの全然、 大賛成なんですけどやっぱり映画館の、ね、良さって間違いなくありますで特に時代がですねどんどん合理的になってきて、まあ、配信だったら最初の5分見てピンとこなかったら簡単にやめれちゃうただ映画館の場合は始まったらもうやっぱり最後まで見るしかな,いなぜなら1,800円払ったからですね。でそういった、まあ、それを我慢と考えなくてもいいと思うんですよ。 でもこう人間弱いのでやっぱりこうスマホで配信で見るとなかなかそういう忍耐力ってねわかないと思うんですけど映画館にはそういった意味でのいい意味での強制力があるのかなと思いますやっぱりこう自分の知らない文化だったり感覚みたいなものを映画が教えてくれるまたは映画が自分の良さを引き出してくれると考えればやっぱりその。 自分に何かこう見てるときに違和感を感じたものの方が成長するチャンスだったりもすると思いますであとはですね、まあ、常にですね人とつながっているこの時代の中で映画館っていうのは電源をオフにでででききるんんすすよしななゃいけないけこれがすごくなんか希望だなと思っていて特にまあ10代の学生の皆さんとかは。 あの僕たち以上に、まあ、アナログの時代を知っている僕らよりももっとデジタルネイティブでつながっている意識が強くそれがですねただ映画館は電源を切らなきゃいけないし切った時の開放感で誰かから連絡来ても、まあ、その既読ついてなくても映画館にいたんだって言えばみんな理解してくれます。なので 映画館というのはある意味一人になれる時間でもありますしまあその2時間ですねどこか知らない国をですねショートトリップできるそういった良さもあると思いますぜひ年間1.2本のですね日本のこの数字をまずは2.0で韓国は4.2ですからもっともっと増やしていってなんか日本独自のね新しい映画の楽しみ方文化みたいなものを作っていけたらいいなと。 えー、個人的には思っております皆さん映画のパンフレットを買ったことありますか僕はですね毎回買ってますで今日もですねこうたくさん、まあ、家からいろんな映画のパンフレットを持ってきましたこの映画パンフレット実はですねこれ日本独自の文化なんですそれをですねまず日本人が知らないんですね映画パンフレットってまあ例えばこのこれはケベック のね、アニメーションですけどもいいところってたくさんあって、まあ、もちろんその作品のです、ね、紹介だったり批評だったり例えばこの作品だとアニメーションなのでアニメーションの,その作り方みたいなものまで紹介されてると。でもっと言うとこのカナダのケベック州っていう地域というのはどういう特色があるかとかそういうことまでフォローしてくれてる。 まあこういったいろんなですねあの作品の見ただけではわからないような情報が詰まっているのが映画のパンフレットになります。やっぱりこういい映画を見たっていうのはすごく余韻がね残ります。でその中でこのパンフレットを読むとやっぱりねいろんな情報がねスッと入ってくるんですね。で僕の体験でお話しすると1990年代の半ばにアンダーグラウンドっていう映画を見ました。 これはあの旧ユーゴスラビア今セルビアの映画監督のエミール・クストリッツァという人の代表作なんですけれどもあの映画を見た時にユーゴスラビア多民族国家でどれだけ複雑かっていうことを僕は知ら全く知らずに見たんですけどもう映画にですね打ちのめされるほど感動してパンフレットを読んでいるとどれだけの人種がいて言語がどれぐらいあって。 映画とは別のそのユーゴスラビアのいろんな国民性みたいなこともパンフレットでフォローしてくれてましたで、そういった情報ってやっぱりその国にまず興味を持たないと無理やり読んでもやっぱり自分の知識にはなりませんただやっぱり映画を見た後っていうのは主人公に自分が感情移入してその状態でやっぱりそういった映画以外の情報なんかも割とスッと入ってくるんじゃないかなと思うのでお買い求めになることをお勧めしたいなと思います 映画パンフレットでもう最近ってあんまり売れてないんだよねみたいなことも、まあ、周りからよく聞くんですけど実はねちょっと右肩上がり。でもまあこれにはですね理由があって最近の日本映画だとこの映画花束みたいな恋をした、ね、スケッチブック見たことあるこのデザインのスケッチブックをですね、模したパンフレット。こ、まあ、こののパンンフレットは、このやっぱり映画を見た人はでで、すね、このデザインで まずこう嬉しいというのもありますし劇中に出てくるあのお笑いライブのチケットなんかもここに見えるるかなあるんですよまあこれはですねあの去年のパンフレットデザインでも割と年間ベストと言われている一冊になるんですけれどもこれを作った人というのは石井雄一さんというデザイナーですでこの石井雄一さんともう一人ですね 同じぐらいい今ねノリに乗ってるデザイナーがいますその人はね大島イデアさんという人で最近だとこのマイク・ミルズのカモンカモンとかやってますね、まあ、彼らが手がけたパンフレットというのは公開してすぐに完売してしまうものもありましたで大島イデアさんというのはまさにですね今の時代のパンフレットデザインのパイオニアと言ってもいい人でこんなムック本では大島イデア特集までされています まあ彼のですね過去のまあ仕事をまとめるのはもちろんのこと大島ゆデアさんという人はどういう紙を使っているかとかでその紙のサンプルがここに貼ってあったりとかすごく彼のデザインのの世界を理解すするにに本当充実した一冊になってま,すまあこんなパンフレットデザイナーの人だけで一冊の本が作られるのがまあ今の局地的にパンフレットというのは実は盛り上がってきてます。 ある意味また映画のパンフレットが文化の一つとなって盛り上がってきているところですなので是非ちょっとこの辺のねすごくデザイン性も高いパンフレットから買ってみるのもいいと思いますし一度買い逃すとなかなか手に入らないものもあったりするので心が動いたら迷わず買った方がいいんじゃないかなと思いますよく売り切れてます最近パンフレット やっぱり好きな監督を見つけるとなんですか映画の魅力がこうまずですね僕個人的に一番最初にハマった映画監督というのはこのウディ・アレンまさに1995年にですねこの映画を見て僕はウディ・アレンに目覚めましたブロードウェイと縦段最初はですね僕はあのジョン・キューザクっていう主演俳優を目当てに行ったんですね。で見ててみるとと、ね、作品としての魅力 なんでこんな面白い映画を作れるんだろうっていう視点が初めて生まれたんですよで買ったのがこの一冊になりますでこれは彼自身が好きな作品影響を受けてきた監督ウディアレンにはまった僕はですね今度彼が影響を受けた作品を片っ端から見ていく興味を持っていくうちに映画には映画史っていうものがあるということに気づけたりもしましたただですねもう監督も何万人いるんだっていうぐらいいるので ちょっと僕の方からおすすめのね10人をピックアップしてみました。それぞれのね代表作もご紹介したいと思います。まず一人目はバスター・キートン。彼のえっ、ー、とねキートンのセブンチャンス。まだ映画に音がなかった時代、まあいわゆるサイレント時代の三大喜劇王の一人。彼がね一番わかりやすい。 子供に見せても本当にもうね子供800人ぐらいの時に見せたことあるんですけどもうね笑いの渦が起こるぐらいやっぱこう現代にもつながる一本かなと思います次はビリー・ワイルダー監督作品は「アパートの鍵貸します」本当にハリウッド黄金期を代表する監督の一人まあ彼の特徴は会話劇見れば見るほどやっぱり彼の才能というのは一言では理解しきれないような魅力にあふれています。3本目。 アメリカのブライアン・デ・パルマ監督のキャリーでデパルマというのはローバジェットでなんかこう癖の強いサスペンスとかスリラーとかを作ってきた人その中でもこのキャリーはあのスティーブン・キング原作のその少女の内面にフォーカスを当てた後のホラー表現になっているので意外とホラーが苦手な人でもいけるかなと思います4人目今度はイランの「アアッススキアロスタミ友達のうちはどこ?」 で彼の映画は本当にシンプルにできていてこれはあの小学生の男の子が友達に借りたノートを今日中に返さないと友達が退学になっちゃうそんな何気ない日常の中にサスペンスを生み出すことがこのキアロスタミの魅力かなと思います五人目旧ユーゴスラビアのエミルクストリッツァアンダーグラウンドまさにその旧ユーゴスラビア戦争が起き もう本当になかなか国がまとまらない中で、まあ、どういうことが起こってたかとか、まあ、いろんな国の歴史みたいなものも3時間かけた大エンンターテイメントとしててて描いてくれてます。6人目フランンソワ・オゾンの幻。自らのアイデンティティゲイであるっていうところを出発点にゲイのカップルの話とかそういったものを何作か作ってきた後に全くそういったものを抜きにしたある老夫婦の話をとります。 突然行方をくらました旦那さんを探そうという、えー、と奥さんを本当にその心の動きとかも映像で淡々と見せてくれるこんなことまでできてしまうんだというある意味彼の一つの到達点ともいえる作品が幻7人目アメリカのジム・ジャームシュナイト・オン・ザ・プラネット」世界何カ国6か国かなのタクシー運転手のオムニバス映画です。 まあこれはすごくあの見やすさという意味ではジャーム氏の入り口になるんじゃないかなということで挙げました8人目ドイツのビム・ベンダースの「パリ・テキサス」本当にもうベンダース武士炸裂なロードムービーの名作です9人目フランスのジャン・リュック・ゴダール監督の「勝手に仕上がれ」本当にこの一本で世界の映画が変わったと言ってもいいぐらいあの革新的な一作です これを見てて調べると、今度はヌーーベルバーグっていう言葉が出てきますでこの「ゴダール」をはじめ世界の映画を変えた「ヌーベルバーグ」の仲間たちそういった作品も見ていくとどんどん自分の興味は広がっていくかなと思います。10人目、アまあ彼のですねすごく痛い映画ではあるんですけど映像的なこうセンスも含めてフィンチャーらしさが炸裂してるかなということで1本目にご紹介したいと思います。 という、えー、とこの10人問いろもし一、えー、人気に入った人がいたら過去作も全部見てみてください。そうやって一個軸ができると誰かと映画の話をする楽しさにもつながっていくと思うのでぜひおすすめしたいと思います。